京森神社は、岐阜県岐阜市若宮町にある神社である。昔より、安山祈願、夫婦和合、子供の守り神として厚く信仰されている。神かの山の山麓にある、境内にある万石、駒の爪岩は、新人が駒に乗り、この地に降り立ったという伝説がある。主祭神は、四はやおいのち。しはやおいのちは、水人天皇の第一王子である五十慶記。 入り彦命と慶光天皇の第六王女厚しのしびめ命の愛の子。なお、竹中田人の子、出馬やおすいのの四世孫に、か地早おすいのがおり、その別名を四足男命という。同じ岐阜市の稲葉神社に、父、五十恵敵入り彦命、近親者に、母、厚しのしびめ命を祀ることから、この三つの神社は、関係が深い。社殿によれば、 慶光天皇の身を、この地に鎮座されたという。織田信長は、落一、落座を開いた際、しがみを、この京森神社の神木、えのきのもとに祀ったという。江戸時代、金宝山水流寺が神宮寺となっていたが、神仏分離でこの地の氏神となる。最寄りのバス停は、岐阜バス、柳瀬バス停。ここより徒歩で、約8分。毎年4月の岐阜祭りは、 稲葉神社、近親者、京森神社の霊祭である。織田信長ゆかりの京森神社の親木、えのきは、現在はその孫になる。み園ののえのきと言われている。岐阜市の史跡に指定されている。周りは、かすも公園として整備されている。しはやおいの墳のは、岐阜県上ヶ原蘇原かかみがはらの笠さび神社の東、しり山にあり、祭礼寺には、 墳母前でも祭事が取り行われる。ありがとうございます。